軽症者のための一時的な宿泊施設、緊急事態宣言の延長を固めた。え、このカッコの部分入れないんだよね多分。あ、そうだね。 PCR ってなんという英語の頭文字。3つの密、3密を避けようと動きあるが、3つの密を、え、3つなのに2号でいい。はい、始まりました。モテチャンネルです。今回はですね、みんなで早押しクイズのまたもや英単語クイズやってきました。今回はですね、医学系、感染症関係の医学用語をクイズで学んでいきたいと思います。まあもうクイズ自体があったんですけど、果たして私どんな感じだったのかを見てください。どうぞ。また面白そうなクイズが出てきたので、ちょっとね、急いでやりたいと思います。今撮れてるかな。はい、では行きたいと思いますね。なんもコロナ系ので、勉強するってやつですね。新型コロナウイルスを2語で言うと、ノーベルじゃなくノクターナル。ああ、みんなニューだと思ったのかな。さあ第2問いきます。ここから。はい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 、これはねよく言ってるよね、集団とか群れってね。はいはい、クラスターでしょ。はいはいはい、これは簡単じゃない。よし、OK。さあ、次。ああ、みんな打ってんな。有名になったよね。フサとかね、使うんだけどね。これ、パンデミックね。はいはいはい。簡単、簡単。はい、パンデミック。あ、これに関してはね、もうちょっと詳しい説明の動画を撮ってありますので、お楽しみに。リスクを願いとよく言ってる言葉を、サンゴ、なんだサンゴ。あ、ステイアットホームってことね。はいはいはい、ステイアットホーム。オッケー。あ、まだライトついてね。感染を防ぐために社会的距離を、はいはい、ソーシャルディスタンスってよく言ってるよね。あ、ライトついた。よいしょ。です。なんで大文字なんですか？え？ディスタン？あ、そういうこと。全部打たなくていいんだ。文字数足らないってことなのかな。安倍総理が国民に配ろうとしたマスクのことを何という？安倍のマスクってこと？安倍。の？本当だ。マスク。英語？エイブ、ノー、マスクみたいだけど、これだと。ん？ウラジミルって、あー、ウラジミルね、プーチンね、アウメン。ノーバルコロナウイルス。あー、インフェクテッドでしょ。かかったってことでしょ。インフェクテッド、ウェーブ。オッケー。これはわかるぞ。よしよし。感染してるね。はい。一問。言い換え問題。そんなのま。これを言い換えろと。ああ、はいはいはい。知ってますよ。これぐらい。コントラクトって言うんですよ。かかることは。そうです。これね。病気にかかることで使う表現ですね。あ、すごい。解説もついてくれてるんだね。親切だ。ウイルスとの戦い。ファイト。ウィズ？ダメなの？あ、ファイターゲンス、どっちでもよくね。ファイターゲンス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 。この理系って人すごくね。え、作った人なのか、なんでこんなにすごい。あ、セントン。俺は知ってる。セントン。よし、オッケー。さあ、来い。感染経路、ラウト。よし。あ、これはラウトでもルートでもどっちでもいいです。発音はね。自分の場合はラウトが多かったかな。自主隔離。セルフ。アイソレーションかな。インシュレーションじゃないよね。アイソレーション。よし。
temperature curious facing a potential ratio of 4 people と入国。なんでもう押してんのみんな。何か不足 shortage ってことかな。しょあ、 shortage もう書いてあるじゃん。あ、病床カッコついてる書くやつにしまった。そうか、親切にここを訳せばいいのか。しまったよ、不足だと思ってた。 COVID-19 O の文字の発音問題。 COVID ね、 Some go po、 あ、go ね、こんな簡単な O のですね。 COVID-19 これニュース見てるとね、しょっちゅう出てきますので。そうだよね、日本だと言わないもんね、こうやって使わないもんね。はい、簡単。ポジティブ。OK。そうそう。うん、陰性はネガティブ。そうですね。これもね、医学重要だよね。次。味覚と、この味覚と収穫のことを英語で何というか。of taste and smell。 あ、センスでしょ。せーん。す、OK。これはまあそんな難くないね。ヒント、感覚と書いてる。よし、次。強い疲労感、ストロング、ああ、ファーティーゲー。フランス語のね、ファティゲっていうね、やつですね。そこから、タイアードの意味ね。そこから来てますね。あ、いなくなった、1位の人。軽症者のための一時的な宿泊施設。て、ポラリー、宿泊施設、アコモデーションだよね。こう、M2 つですよ。more, で、シアン、おい、あ、入りきらないんだ。アコモデーションはね、アメリカ英語でアコモデーションズ。イギリス英語でアコモデーション。抑制策？あ、restrictive measure か。あ、みんな restriction 書こうとしてる。restrictive。お、すごいすごいすごい、この人出てきてる。目まで書けばよかったんだ。緊急事態宣言の延長を固めた。え、このカッコの部分入れないんだよね。多分。あ、そうだね、やっぱり。Emergency Declaration かな。Emergency Declaration。 OK。1位の人どこ行ったんだろう。あ、作った人だから抜けんのかな。1位だ。じゃあ今 PCR って何という英語の頭文字。知らねえな。ポリマーアセチンインリアクション。そうなんだ。ポリマーレイズチェーンリアクション。へえ、そうなんだ。3つの密、3密を避けようと動きあるが、3つの密を、3つなのに2語で言うの？どういうこと？え？どういうこと？ 3M？ なんだ？ 3M？ 3Cs！ あー、面白い。ああ、そうなの？そうやって言うんだ。若者が、何とかしても軽症の場合が多い。断根性大除去ウイルスを名付けて高齢者を揶揄しているという現象が一部のアメリカで断根、長え長えことを英語で、長え長え、断根世代ベビーブームの時に生まれた人たち、この言葉に人を表す ER をつけて取り除く。何言ってんの、これどういうこと。ブーマー、リムーバー。おー。そういうことね。あ、終わった。勝った。勝ちました。
これで優しめなんだ。新型コロナウイルスから学ぶ英語。もっとむずいのもあるってことかな。まあ医学英語で初めて戦ったっていう感じですね。なるほどね。これからもいろんなね、面白いクイズを作ってくれるんじゃないですかね。そう、3人ぐらいね、すごい面白いクイズ作る人がいて、いろいろね、やってる。もう1本目の動画出してる人とかは、どうでした問題とか、そう、問題のね、チェックとかして、したりもしてる。この問題、これも答えになっちゃうんじゃないですかとか、だからこれ変えた方がいいですよとかってね、そうやり取りしたりしてて、そう、いろんな方が、ね、これでね、英単語の勉強にもなるし、まあ、雑学も学べるってことね。これからもね、戦っていくかもしれません。わかんない。いつまでやるかわかんないですけど、結構ね、面白いクイズいっぱいありますので、挑戦していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。どうですか？高評価お願いします。あんまりね、ちょっとやっぱサムネうまく工夫しないと、頑張る。じゃあオープニング撮ります。あ、そう、オープニング撮らなきゃいけないんで。